くなってきたこの時期、外でウォーキングしたくない、でも脂肪燃焼したい、痩せたい、そんなアラフォーは必見。今日は外で歩くよりもめちゃくちゃお腹に効くトレーニング紹介します。これをやれば体を出す季節も怖くない。それでは早速やってみよう。アラフォーからでもやればできる、今回も一緒に頑張りましょう。では立った状態からまずは足拳幅で気をつけ、そこから吐く呼吸で下まで膝曲げていいので下で吸って、吐く呼吸でゆっくり戻っていきます。吸って吐いて、頭と腕はだらーんとさせたまま背骨をねまず動かす準備ですよ。吸って吐いて、ウォームアップにすごくねおすすめになりますので、ふう、はい、じゃあ背骨の可動域をもうちょっと出していきましょう。はい、そうしたら立った状態でバンザイ、ここから吐いて溝落ちのラインからツイスト、吸って吐いて、骨盤ついていかないように吸って吐いて、ふう、前後に腕を開くようにして背骨をしっかり動かしていきたいですので、ふう、吸って吐いて繰り返します。はい、上半身をね緩めることによって体も変わりやすくなりますので、はい、そしたら次はね股関節ですね。今日全身動いていきますので下半身で大事な股関節も動かしますね。じゃあ手は腰で、ここで大きく股関節から膝をぐーんと後ろ側に回すようにして、はい、この股関節周辺も固まりやすいです。で固まってね動いてしまうと股関節が外れながらね足動かすことにつながってしまいますので効果が出ないし痛みを呼ぶ原因になりますので、まずはちょっとだけですが体を慣らしていきます。はい、そしたら今度後ろに手を組みましょう。はい、足はね肩幅ぐらいに開いてもらって、ここでぐーっと伸びます。はい、目線も天井、腰反りすぎないようにしてぐーっと伸びる。で腕もね上げれるとこまで上げていきましょう。はい、で肩甲骨寄せて、さらにその肩甲骨をぐっと上に上げるようにして、で一回脱力、もう一度吸ってぐーっと胸を天井の方に上げるような意識、でも腰ぐーっと反りすぎないように腹部は使っておきます。はい、 OK です。ではですね前ももですね、ここが固まってしまうと骨盤の向きにもすごく関係してきますので、ここをストレッチします。壁などを持ってもらって、このようにね膝を曲げますね。はい、でかかとをお尻の方に近づけて、で骨盤なんですがこうやってプリンとして前傾させないようにちょっと後傾方向に巻き続けます。はい、で膝が外側に行かないように、 OK ですか、真下向くようにして、ここで呼吸です。でどうしてもね外側に行っちゃうっていう人は外ももも緩めてから今回のエクササイズやってもらった方がおすすめになります。はい、どうしても膝が外行くっていう人はこの外側ですね、外側がガチガチに固まってそのせいでね引っ張っちゃうんですよね、強い筋肉が。そうなると体痛めてしまいますし効果が出にくくなってしまいますので、そうならないようにまず日頃からねストレッチとかほぐしをしながら使える体を作って、その後動かしていくっていうことが体変えるのに非常に大事になります。はい、 OK。 さあそうしましたらこの辺りから動いていきましょう。はい、では足は骨盤幅ぐらいに開いてバンザイです。ここから吸って真横に倒れて吐く呼吸で背骨センターに戻します。吸って真横、吐いて、ふー、 OK ですか、腰を反らないように腹部背部使って吐いて背骨を戻す。吸って真横、吐いて、ふー、骨盤スライドしないように骨盤の上の背骨を側屈、吐いて戻します。はい、 OK です。さあそうしましたら今度はですね腰を振っていきます。
はい、こんな感じで振りますよ。で振りながら肘を引きます。引く引く。で腰振るってね、意外とやらなかったりするので難しかったりする人はゆっくりやっていきましょうね。腰を引く引く引く。でこの時に腹部背部抜かずにちょっとね前傾になってもらうのはいいんですけど、必ずお腹側、背中側のインナーは使って、で肘をぐっと引いて背中も動かします。はい、 OK。 ではですね、今の腰振りもうちょっとやりますね。今度は肘を胸、肩あたりまで上げて、ここで肩甲骨を動かす動かす。はい、結構ねこれ全身使いますので、まあ、なかなかね外でウォーキングとかしたいところなんですけれども、こういうのを続けることによって有酸素の効果も出てきますのでね、はい、でお腹も使ってますか。背中側の筋肉も使い続けます。ふっふっ。はい、 OK です。そしたらもうちょっと腰振っていきたいですね。はい、腰振りながらパンチです。はい、前にパンチ。はい、スピードは皆さんにお任せしますが、余裕がある人は早く早く動いていただくと心拍数も上がってね、脂肪燃焼効果は上がってきます。はい、でも無理にねこうペース乱されたくない方、ゆっくりでもいいから最後までやることが大事になりますので、ね、そこ目指していきましょう。で途中もね水分取りながらやっていきましょうね。でグッと前にパンチパンチ、二の腕の脂肪がブルブルっとなるぐらいパンチしていきますよ。はい、 OK です。さあそうしたら足ちょっと広めに開きます。はい、開いたところで片方の手は腰です。ここから吸ってグーンと横に伸び合って、吐いて戻ります。吸って伸びる、吐いて。手と足で体を引っ張り合うような感じ、ぐっと伸びて、はい、この時も伸びるとついついね腰反りたくなる人多いんですよね。なのでちょっとねお腹の力使って腰をこう反りすぎを予防しながら腹部も抜かずにやりたいと思います。次反対いきますね。はい、腰に手を置いて足ちょっと開きましょう。はい、ここから吸ってグッと伸びて、吐いて戻る。吸って吐いて、お腹も気持ちよく、でも腰がねこう圧入りすぎないように、はい、体の使い方をね変えていくだけでボディライン変わってきますので、吸って吐いて、引っ張り合って引っ張り合う。はい、体がぐーんと伸びると非常に体使いやすくなるので代謝が上がってきます。はい、時間ない人はね伸びるだけでもねやってもらいたいと思います。はい、そしたら今度は片足軸にして吸って伸びや、はい、まあ、呼吸どっちでもいいですので、はい、伸びやって戻る。結構これバランス感覚も必要なのでかなりいい全身運動になるはずです。で余裕がある人はスピード速くね、でこれもあまりにも足ぐんと上げすぎて腰にダメージ来ないように上げていきましょう。はい、 OK。 次反対やっていきますね。準備します。はい、意外とねバランスってなんか難しかったりしますので危険がないようにねマット1枚分でできるんですが、周りにねちょっと角がある家具とか何か障害物になるようなものがないところでやっていただいたり、グラグラしすぎる人は片手壁について無理せずやっていきましょうね。はい、で腹部抜かないこと、で足上げてバランス取ることでインナーユニット使われていきますからね。はい、 OK です。さあそうしたら次はですね、足と手をタッチするか、吐いて吐いて、手はぐるんと回しますよ。膝曲がっていいのでできるだけ骨盤が思いっきりこう丸まらないように背中が膝曲がっていいから、
骨盤立たせる意識で腹部使いながら全身使っていきます。吐いて吐いて、で腕も大きく回すことでね、上半身の筋肉も一緒に使われてきますので、しっかり全身使っていきましょう。次反対ですね。反対の手はね、楽にしてもらって、ここで吐いて吐いて吐いて、はい、これ足にタッチできなくてもいいですので、足を上げて手を回す、こんな感じでもいいですからね。はい、自分の体と相談しながら徐々に徐々にね、このチャレンジしていきましょうね。いつも同じポジションでやっているとチャレンジないので体変わりにくいです。はい、さあ続いてはですね、結構呼吸が上がっております。はい、そうしたらここでゆっくりと、でこの横で伸びたら、今度は目線天井でゆっくりぐるんと回します。吸って、で腰反りすぎないようにお腹で体幹支えます。吸って胸開くようにして、ここからぐるっと、はい、ちょっとね呼吸を整えて体をさらに使う準備していきますね。じゃあ次反対いきます。さっきはぐっと伸びたんですけど、今度はね胸まで伸ばしたいと思いますので、吸って胸を天井の方に、そしてぐるんと回す。吸って胸を天井、はい、腹部使ってますよ。使わないと腰にダメージきやすいですので、はい、体幹を安定させながらストレッチ。吸って、ふう、吐いて、はい、気持ちよく伸びます。ふう、はい、OK です。そうしたらもうちょっと、はい、頑張ります。今度は足開きますよ。手は前です。ここで1、2、3でアップします。ワイドスクワット3回バウンスしてアップ。1、2、3アップ、1、2、3。意外とこのスクワット系入れていくとぐわっとね、呼吸も上がりますし、筋肉使っている面積が広がるので脂肪燃焼効果とかもね上がりやすいです。さあ腰反りすぎないように尾骨真下方向ですよ。はい、ではですね、今度はツイストしていきます。片足ずつやっていきましょうね。はい、ここで吐いて吐いて吸う、吐いて吐いて、肘と膝をつける意識、吐いて吐いて、ひねるような感じですね。吐いて吐いて、これもお腹の力が抜けると背中は、まあ、背中というか腰部ですね、腰が一気にね反る方向に安定感がなくなるので反ってくるんですね。そうすることで腰周りに変な違和感とか痛みが出やすいですので、ちょっと腹部を使いながら動く、これが腰痛の人にも大事です。吐いて吐いて吐いて、繰り返します。でしっかりね背中の筋肉、反るっていう筋肉も使ってあげることで、腰痛改善したり、ヘルニアなどの人もね、こう伸展運動っていうんですか、腰をちょっと伸ばして反るようなエクササイズ、結構大事になってきますので、こう使い方が分かってくるとね、体も変わりやすいかなと思います。はい、 OK。 さあそうしたらですね、今度はちょっと膝立ちになります。はい、もう少しですよ。はい、で膝開いて、ここで吐いて吐いて、かかとにタッチ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 です。はい、お腹引き上げて、ふうふう、結構これ足動いてないんですけど、お腹、あと上半身がねかなり効いてきますよ。吐いて吐いて、かかとにタッチできなくてもそっち方向に手を差し伸べましょう。ふう、はい、 OK。 じゃあ起き上がります。さあ最後です。
最後は全身のストレッチをして終わっていきましょう。手をこう組んで足は開きます。ここで吸ってグーンと吐いて脱力。もう一度吸ってグーッとね、脇腹、お腹、背中グーッと伸ばして吐いて、腰ちょっとね思いっきり反らないようにお腹引き上げる意識で繰り返します。はい、お疲れ様でした。最後までご覧いただきありがとうございます。ポイントを意識するだけでお腹もですが全身に効いてきますので、この暑い時期継続していきましょう。何かわからないことがある方はコメント欄で教えてください。チャンネル登録がまだの方はお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。